設置完了ですね。刹那の秘跡を使えばここに戻ってこれます。おや、また誰か私を倒しに来たのかい。今まで何人も私に挑んでは死んでいった。そんなくだらない考えは捨てた方が身のためさ。力に頼る者はいずれ力の前に。何、簡単なことさ。私が出す謎に答えを示すだけでいい。もしもあんたが満足いく答えを提示できたなら、そこにある宝箱を開けてやろうじゃないか。さあ、やる気があるならそこに立ちな。スフィンクスの問いは難解です。私たちではお力になることはできませんね。どのような選択でも各社様に従います。そうそう、それでいいんだ。愚者は鏡の中に賢者を見、賢者は鏡の中に愚者を見る。さて、あんたはどっちだろうね。恋と狂気は紙一重。どちらもさあ、あんたの愛する者をここへ連れておいで。あんたの狂気を測ってやろう。あんたの知恵を見せてごらん。恋と狂気は紙一重。どちらも夜と昼のように目まぐる。さあ、あんたの愛する者、そこにいるのがあんたが愛す。そうかい、そうかい。じゃないか。でもたった一人とは欲のない人間だね、あんたは。さて、約束は約束だ。宝箱を一つ開けてやろう。びっくりですね。私はエルフ語がわかります。話者との対話で私の存在が役に立つでしょう。
あんたの知恵を見せてごらん。人生というものは何があるかわからない。荷物は少ない方が不足。あんたの一番大事なものを差し出してごらん。その方が冒険も楽になるだろうさ。これがあんたの一番大事なもの？そう。なるほどね。私に差し出すってことは好きにしても構わないってことかい？そうかい、そうかい。いい度胸じゃないか。その度胸に免じてご褒美をあげるよ。そこの宝箱を調べてごらん。さすがです。お待ちしておりました、各社様。